レクサス LX に見知らぬエアータグ。横浜市内でスーパーカー専門店、アルティメットガレージを経営する青木さんは、1月のある日、会社で所有しているレクサス LX570 に乗ると、エアータグ、エアタグ、は、あなたと一緒に移動しています、と通知が来ることに気づいた。その日を境に青木さんだけではなく、 社員の iPhone にも同様の通知が届くようになった。もしかして、誰かが AirTag を LX に仕掛けたのではないか。LX 盗難のニュースをたびたび見ていた青木さんは、会社の LX が狙われているのかもと感じた。しかし、LX に仕掛けられているかもしれない AirTag をスタッフと共に探したが、社内はもちろん、 下回りを探しても見つからなかった。自力で発見できない場所に仕掛けられている可能性もあるのではということで LX をレクサスのディーラーに持ち込み、リフトで上げて徹底的に調べてもらったところ、偉大に近い場所からエアータグが発見された。ご丁寧に丸く小さなケースに入っており、ケースにはビート記されていた。 青木さんにその時の様子を伺った。エアータグはどこから見つかったのでしょうか車体の底、後ろのタイヤ近くに、黄色い蓋がついたケースが磁石で取り付けられていました。探しても見つからなかったまさに完全な資格でした。ですが、車の下に潜ったり、リフトで上げたりする必要はなく、 車の下から手を伸ばして取り付けられる場所でした。取り付ける際に時間や手間はかかっていないでしょう。そして、エアータグが入っていたケースには B と書いてありました。B があるなら A も C もあるかもしれませんね。どこで取り付けられたと思われますか ?1 月の最初に羽田空港に5日間駐車していたことがありました。 おそらくその時かなと思います。羽田空港に泊まっているレクサスに手当たり次第、取り付けたのかもしれません。エアータグでどんなことができるの青木さんは警察にも相談していた。しかし何の対応もなかったとのこと。エアータグが見つかる前に会社近くの戸部警察署に相談しました。話は聞いてくれたものの、 車を見ようともせず、操作を始めるわけでもありませんでした。全く動いてくれませんでした。そしてエアタグ発見後、注意喚起のために SNS で情報発信を始めた。想像をはるかに上回るリアクションで通知が鳴りやまなかったという。1月20日にツイッターに投稿し、現在までに閲覧数は、 約920万件、いいね、は4万件以上ついている。青木さんの注意喚起で愛車にエアタグが仕掛けられたことに気づき、被害を未然に防いだケースもあるだろう。ちなみに昨年10月20日車の話に、盗難被害レクサス LC エアタグ使って2時間で発見。純正アプリより役立つエアタグの有効性を検証。 という記事を書いた。こちらはオーナー自身がエルシーに複数のエアータグと GPS をセットしていたこと。警察が追跡に全面協力してくれたことで早期発見につながった。この原稿を書いたとき、逆のパターンはあるのだろうかと考えた。つまり、盗む側が狙いを定めた車にエアータグをセットし、普段の保管場所などを特定して、 車を盗むことができるのかどうか。ということである。オーナーや同乗者が iPhone ユーザーなら、愛車に不審なエアタグが仕掛けられていることはすぐにアラート。警告通知が行くことでわかるだろう。実際、前述の青木さんは自身の iPhone に通知が来たことで、LX に仕掛けられた見知らぬエアタグの存在に気づいている。 その通知とは、エアータグはあなたと、一緒に移動しています、という警告メッセージである。このメッセージは iPhone 所有者が確認して削除するまで。固定メッセージとしてずっと iPhone 画面に残る。盗難の前兆通知が出たら、エアータグは本来、テアリング、登録した iPhone とセットで、 使う探し物を見つけるためのアイテムである。例えば財布の中にエアタグを入れておいて、財布をなくしてしまった場合、登録した iPhone の、探す機能を使ってエアタグの場所を検索することができる。エアタグにはスピーカーが内蔵されており、サウンドを再生をタップすると、音で場所を知らせてくれる。 さらに iPhone 11以降であれば、正確な場所を見つける機能によって、エアタグまでの距離と方向を教えて誘導してくれる機能も追加された。耐水性能もありバッテリーは1年以上持つ。簡単に入手できるボタン電池 CR2032-3V で、交換のタイミングも登録した iPhone に通知が行く。 1一個4780円税込み。4個セットで15980円税込みで販売されている。もし、エアータグはあなたと一緒に移動しています。というメッセージがあなたや近くにいる人の iPhone に表示されたら、ほぼ100%誰かが意図的にエアータグを仕掛けていると思っていい。 また社外に設置されているとわかりづらいが、iPhone ユーザーであれば見知らぬ AirTag が一緒に移動していると、その AirTag から警告音が鳴らされる。それで気づく人も多いだろう。車の近くでそのメッセージが出る場合は、自宅場所を特定して後で盗みに行く。という盗難に関わる危険がすぐ近くに迫っていることを意味する。 このほか浮気調査などで車による、行動履歴を知る目的もあるだろう。望ましいことはその場ですぐにエアータグを見つけて電池を抜き、相手に居場所をこれ以上追跡されないようにすることである。ちなみにアンドロイド端末でも専用アプリ、トラッカー検出、所有者から離れた場所にある、Apple の探すネットワークに対応、 によって、エアータグ設置に関するアラートは出されるようになっている。仕掛けたのは誰知る方法は見知らぬエアータグの電池を抜く際、絶対にやってはいけないことがある。それは、普段、車を置いている駐車場の近くでその作業をすることだ。電池を抜くと相手の iPhone には、最後の場所が表示されるため、 自宅駐車場の場所がバレバレになる。場所を特定され、ストリートビューの画像などに、目当ての車が映っていれば照合されて、車の保管場所が確実に知られてしまう。エアータグはあなたと一緒に移動しています。という警告が出た場合には極力、家から離れた場所で探して、電池を外して作動しないようにするのがベスト。 そして、電池を外したエアータグは決してその場で捨てずに家に持ち帰ること。それは、所有者を特定するための証拠品になるからである。誰が仕掛けたのか。それを知るには、まずエアータグのシリアル番号を調べることから始まる。アップル社の公式サイトに、エアータグのシリアル番号の調べ方として、紹介されているが、 簡単にまとめておきたい。1ドット NFC 対応のスマートフォンでエアタグに触れる。iPhone の場合、2014年以降に、発売された iPhone6 分の6プラス以降に NFC チップを搭載している。iPhone や iPhone 以外でも、NFC 対応のスマートフォンでシリアル番号を知ることが可能だ。 エアータグの白い面に触れ、そのままかざす。表示される通知をタップすると、ウェブページが開きそのエアータグのシリアル番号が表示される。画像では電話番号が表示されているが、これは先方、仕掛けた犯人がエアータグを紛失モードにしている時だけ。二ドットエアータグの裏蓋を外して電池の下を調べる。 エアータグ本体の裏蓋を開けてエアータグの電池を外すと、その下にシリアル番号が表示される。万が一、シリアル番号が削り取られていた場合でも、ワンの方法で知ることができる。シリアル番号が分かったら、そこから先の情報。所有者の氏名や電話番号、住所などは個人情報となるため、 シリアル番号が分かったら、エアタグ本体とシリアル番号を持参して、最寄りの法執行機関、警察に相談してみよう。警察は、そのエアタグに関する情報の開示を Apple に求めることができる。Apple に直接聞いても知ることはできないが、警察を通じて所定の手続きを行えば、あなたの車にエアタグを仕掛けた相手の氏名や、 住所電話番号など相手が iPhone 契約時に提出した内容がわかる仕組みだ。エアータグ使用盗難被害に遭わないための注意点。では最後にエアータグを使っての盗難被害に遭わないための注意点を挙げておきたい。愛車がレクサス LX やランドクルーザー、プリウス、ハイエース RX7FD、RX 80分の70スープラ、スカイライン、323334。シビックタイプ R 全世代、ランエボ、インプレッサなどなど。新旧の盗まれやすい車の場合は特に注意が必要だ。iPhone ユーザーなら通知に敏感になるべきだし。前述したように Android ユーザーなら。AirTag 検出のアプリ、トラッカー検出5。 Google Play などのアプリストアでインストールしておこう。また、空港など比較的長時間駐車をする車が、多い駐車場に止めた後も通知に敏感になるべし。盗難された人の多くは、まさか自分の車が盗難に遭うとは思わなかったという、前述した盗まれやすい車はもちろん、90年代の 高性能ガソリンエンジンを積んだ車のオーナーも、同様に気をつけてほしい。